チェルトナムゴールドカップチェイストは毎年3月にイギリスのチェルトナム競馬場で行われている競馬の障害競争である。格付けは G1。4日間で20万人が観戦する英国最大の競馬開催チェルトナムフェスティバルのメインレースであり、AI 障害競馬の長距離、ステープルチェイス路線の年間王者決定戦としての格を有する。 英国におけるレース単位での馬券の売り上げは、グランドナショナルに次ぐ、最も人気の高いレースの一つである。出走条件は5歳以上。金量は5歳馬が11ストーン、6歳以上は11、ストーン10ポンド、貧馬は7ポンド減。障害数は22、創設は1924年。イギリスのスティープルチェイスは他にグランドナショナルが、特に有名であり、初期は、 グランドナショナルの前哨戦と見られていた時期もあった。ハンデキャップ競争であるグランドナショナルに対して定量の長距離ジェースとして戦後にその地位を向上させ独立した最高峰のレースの一つとして認められることになった。なおグランドナショナル、チェルトナムゴールドカップを同一年度に制した馬は1934年のゴールデンミラーのみであり、 この馬は1932年から1936年に、かけ、シェルトナムゴールドカップを連覇した。2015年レース結果から、レーシングポスト2015年3月16日閲覧2016年レース。結果から、レーシングポスト2016年3月20日閲覧2017年レース。結果から、レーシングポスト2017年3月18日閲覧2018年レース。 結果から、レーシングポスト2018年3月17日、閲覧。ありがとうございます。